私が書いた俳句はこちらです。じゃん。風光る夢追う君と花粉に涙すです。ちょっとかっこつきました。風光るというものがあったので初めて使ってみました。でやはり春というとこう出会いと別れの季節ですけれども、私もこれまでこう夢に向かって旅立つ人たちを送り出すっていう経験があるんですけど、なんかそんな人たちが印象的な季節だなと思って、こう夢を誰かと、そして私自身も花粉に悩まされているので花粉に涙する、そんな季節だなと思ってこの一句にしました。どんな評価になるのかドキドキです。私が書いた俳句はこちらです。新年も上昇気流、それいいね。上昇気流で、今年の干支、2024年の干支がかかってますし、それいいね。上昇気流っていいことじゃないですか。番組のタイトルもかかっております。いやー、目覚めてしまったかもしれません。開花してしまったかもしれません。天才現るということで、前向きな評価お待ちしております。はい、私青木龍太が書いた春の俳句こちらです。マスク出す、うっすら埃、大掃除。大掃除の時ってマスク出すじゃないですか。で、僕もこの間掃除しようと思った時に、最近マスク使う機会もめっきり減ってきて、家にたくさん正直マスク余ってて、そのマスクの箱にちょっとね埃が乗ってたんですよ。だから、久々にマスク出すなみたいなところで、うっすら埃と大掃除、まあちょっと絡めながら春の俳句とさせていただきました。青木さんの書いた俳句が3S アナウンス部俳句王に輝きました。 おめでとうございます。ありがとうございます。この2024年1月から3月のタイムテーブルに載ってるんですね。あ、本当だ、ちゃんと3人とも井出アナウンサーと堀アナウンサーの俳句も載ってますが、この句の面白さはうっすら埃なのに重掃除とオーバーな表現をしたところ。ありがとうございます。ちょっとね、そこまでの意識はできてなかったんですけれども、こう思ったことをそのまま句にして、でそれがこうしっかり形になったということで、俳句の楽しさを改めて実感することができました。第2回が、ね、あるか分かりませんけれども、私が SBS 俳句王を拝命しましたので、俳句王への挑戦者お待ちしております。